皆さんこんばんは中西ゆりです偉人素顔の履歴書アフタートークえ番組収録後に番組の中でご紹介しきれなかったエピソードをこの番組のご意見版で人事部長の各先生にたっぷりと語っていただく偉人こぼれ話のお時間ですさあ今日の撮影はこの人物でしたイー直オですね、うん もうなんとなく冷酷な指導者みたいな、まあ安全の大国のイメージが強かったんですけど、はい、素顔はちょっと違ったなと思います。あの本当に一生懸命頑張る日本人の代表みたいな人でしたね。ああ、そうかもしれないですね。うん、普通の、えー、人なら耐えられなかっただろうと。激務、うん、なりそのポストなりにですね、よく最後までやったなと。本当にあの感服しますね、それは。 直助の一番先生が見てほしいなと思われる見どころはどこですか、はい。あの、えー、立場によって、えー、なんて言いますか、人それぞれなんですけれども。その井い直弼の立場にもし、立ったならば。自分なら、どうしたかと、いうことを問いかけていただければ。いかなる困難な状況にある方も、えー、救われるものがあるのではないかなと聞きます。気がしますね。なんかね、幕府の大老っていう、すごい役職についていた人ですけど。うんうん、悩んでいることは、なんかすごくこう。 私たちでも共感できるなっていう気がしましたね。もうん、そのね問題を解決しても次から次へ難題が出てくるわけですよね。うんうん、しかも逃げないでそれに素直に向き合う、そして何とかしようと頑張る、ああ大したもんだと思いましたね。うん、だからすごくこう悪役っぽいイメージが強い人でしたけど、そこはこうガラッと変わるので、うん、そこもぜひ見ていただけたらなと思います,思いますね。はい。 さあそのいい直すけ編ですが4月16日土曜日夜8時 BS11 で放送ですお楽しみにさて偉人こぼれ話では番組の中でご紹介しきれなかったエピソードを先生に思う存分語っていただくコーナーですさあ今回のテーマはこの人物です、はいえー、今年1月に 放送した真田信繁ですね、まあ、あの真田幸村っていう名前の方がこう一般的には有名ですけど、うん、まあ信繁という、はい、あこの名前もこれどうして「幸村」って言われるようになったのかなと、うん。もともとですね、えー、江戸時代あの特にそうなんですけどもあの名前を呼ぶとか特に意味名をですねあの信繁というふうに、ね、言わないわけですね。うんうん あの、意味名を使うことができるのは、えー、身分の高い人だけなので。逆に言いますと、えー、官位を名乗るとか、通称を名乗るわけですね。そうすると、えー、真田信繁の、えー、官位は左門之助なので。えー、真田左門之助でみんな覚えてるわけですね。<ー>で、ところで意味名って何だったっけって時に、信繁が出てこないで、えー、途中で、その、まあ。 真田三代記なんていう、まあ、今でいう歴史小説があったんですけれどもそれで「えー、雪村」って言われてしまうとそれはそんなに広まらなかったんですけども大正時代にあのいわゆる立川文庫っていうのが流行るんですね「猿飛佐助」が生まれたわけですけれどもこの架空の人物の猿飛佐助という人のお師匠さんとして「真田雪村」っていうのが出てくるわけですね。あ あだから皆さん日本人全体が、えー、真田幸村という名前を覚えたのは大正の入ってからなんですね、うん、しかもそれはまあ何て言うんですか誤植というか。明らかな間違いだんで本人は一度も生涯の中でですね幸村とは名乗ってないわけですね。 むしろお父さんの正行は、その信繁っていう名前を、わざわざ武田家からもらってるんですね。<ー>これ武田信玄の弟の名前、意味なんですね。そうですよね、うん、武田信繁。はい。で、まあ、確かに大活躍した人物であったんですけどね。私はね、個人的には、この信繁よりも、信繁より一歳年上の信行。お兄さんの方がね、好きなんですよ。あそうですか、うん。やっぱりね、おかしなもので、本当は、その、ず抜けてできたはずなのに。 あえてその自分を引いてると言いますかね。見せないように見せないように人生を送ったのがこの信行ではないかなって気がするんです。ああ、そうですか。信行、まあ、お兄さんというと、うん、あの関ヶ原の戦いで東軍、はい、西軍に分かれた時。はい、弟とお父さんは西軍について。はい でお兄さんだけ東具に付いたっていうのがいつもすごい印象的だと、ね。もうん、よく勉強しました。その通りです。それはちょっと先生に教えていただいたのを <laughs> 覚えていたんですけど。えあの、えー、さらに言いますとね、はいえー、徳川家臣のの一人本田忠和という非常にあの武、えー、変者がいたわけですけれども、その人の娘さんを信之はもらってるんですね。<ー>まだから徳川陣営の人であることは間違いないわけ。 ね、じゃあ東軍に着くのは、まあ、ある意味当然の流れあの時はお父さんもあのあ相談に入ってですね真田家が残らなきゃいけないしかしどっちが勝つかかわわらんわけですよねで自分とその、えー、信繁はあの西軍に着くと信之お前はその東軍に着きなさいと相談して決めたわけですね。 それって戦国時代ではよくあること戦国時代もそうでしたし関ヶ原の時はそうですけれどもあるいは幕末の時も上野の将棋大戦争で藩を終わって参加してる結構多かったんですねそれが。どちらかが残るだろうというわけですね。関ヶ原のね奇跡の一つと言われているのが終わった後ですね西軍の,あの将兵がパッと消えるんですね戦場から。消える。うん なぜだと言ったらですね、え、東軍側のあの割った方の反対側の方へスッと入ってる。ああ、そういうこと。<laughs> 元はだからなんていう仲間っていうことなんですね。うん、だからあのわ仕方なく分けたんでしょうけどね。お兄さんはまあ徳川の陣営の人間として大活躍をするんですけれども、それ以上にお父さんと弟がですね、頑張ってくれたために、まあ徳川秀忠がですね、結果として関ヶ原に間に合わなかったという事態になったわけですね。<ー>当然のことながら秀忠も そのお父さんである家康もです、ね、あの親子は許せんという話になるわけですけれども <laughs> あの信之が一生懸命そのこれあの関ヶ原での功績と引き換えに命だけは助けてほしいという話をするそれでも家康はそのイエスと言わないんですけれども本多忠勝が出てきましてねそうじゃあそうなったらしょう,しょうがないと戦争をねその家康公と私はやるっちゅうわけですらかね。 それで、ええー、九度山に、えー、流すという話で落ち着いたわけですね。うんうん、だから、あの、弟の方は大阪の陣で大活躍をして、後世に名前を残したんですけど。も、信行というお兄さんの方は、あ、なんか、そのまま影が薄いまま終わってしまったような感じ。うんうん、ところはですね、この人はなんと、九十三歳まで長生きしてるんです。おすごいですね。もう戦国時代から江戸時代初期ですからね。ああ。 ものすごい長生き、うん、でさらにすごいのは、はい、91歳まで現役え現役っていうのは91歳の時に隠居しているわけですよあそうなんですかそれまではえまさか戦に出たりいやいや戦はですねさすがに大阪の陣の時は病であったこともあって自分の息子が行ったんですけどもその着難の方がですね信吉との先に亡くなってしまうんですねうん、うん、でその信義吉の,、えー、その息子自分から言えば孫を貢献することになるんですけれども 実は90を過ぎてその孫と自分のその次男である信政っていうのがいるんですけれどもこれでそのえなんて言いますかそれをなんと93歳で亡くなる直前にこれをさばいてるんですからんで見事さばいて歴史がそれを証明するんですけれどももし反対の方にその次男である信政に任せたとしたら。 あの、ええー、真田家潰れてるんです。そうですか。じゃあ、あ真田家がこう存続したのって、ものすごく信行の功績が大きい。と思いますね。うん、で、その本当にできる人っていうのは、スーっとその消していく。自分の足跡もわからないようにして、この世を消えていく。私はね、歴史上の本当の偉人、えー、達人っていうのは。そういう人じゃないのかなという気がしてるんですね。す彼は間違いなく、その自分の功績をわからないように消しながら。 えー、この世を去っていったあのまさに偉人だと思い思ってるんですけどねうそうなんですねどうしてもね弟のお父さんの活躍が、うん、目立ちます,、ね、すからね、うん、そうですか大阪の神の時はお兄さんはどうしてたんですか、はい、お兄さんはですね病で代わりにあの自分の息子長男の、えー、信義と次男の信政があの出陣したわけですね で本人も、えー、出たかったようですけれども追いかけたという話があるんですけれども、えー、別に実戦に参加したわけではないその方がっってよかったと思いますけど、ね、そうですか。どうしてもこう歴史上って武功を挙げた人がなんか注目されたり、うん、スター扱いされてしまいますけども、うん、やっぱりそういうこう何ていうんですか影の立役者だったりこう黒子に徹して活躍した偉人というのもたくさんいるんですね。いると私ははむしろろ本当当そそちらにこそあの光を当てるべきだろうと あの知られている人物を改めて勉強するのも一つ意義はありますけれども知られざる人物しかし後世に名前が残っているということで言うならば明らかな偉人いいうのはたくさんいるわけですね、うん、そちらの方を見た方が参考になる人物。 自分に近い人、自分が認める人に出会う可能性っていうのは、高いような気がしますね。あ、そうですね。なのでね、この番組でも、そういう人にも、こうスポットライトを当てていきたいなと、うん。ぜひにもね、知らない人にこそね、注目していただきたいですね。そうですね。ちなみに、あの信行が、そんなに長生きできたのは、何でなんですかね。うん、まあ,あ、一つは、その、まあ、持って生まれた、健康に対するものの考え方でしょうけれども。より以上に、やはり、あの、周りのことを気を使いながら、自分の存在感。 自分がまだこの世に必要とされているという思いが、結局、彼を奮い立たせたんじゃないかな、という気がしますね。孫も幼い、えー、なおかつ家がは,はっきりしない。あの真田の家は二つに分けたものですから。えー、その松代と沼田。この両方がうまくいくためには、自分がしっかりしなきゃいけない。と。その思いが、やっぱり九十三歳まで生かしたことに繋がった。と、私は思いますけどね。そうですか 今、その結構、ご高齢になられても、こう仕事をするっていう、うん、まあ、そんな動きもあると思うんですけど、うん、やっぱりこう、自分じゃなきゃダメだっていう、その使命感だったり、うん、役割というものがあると。なんかやっぱりこう、長生きできたり、うん、長く仕事ができたりっていうことなのかない。いや、間違いなくそれはあると思いますね。いわゆる生きがいっていうのは何かですね。うんうん、自分を必要とされる、これ以上の生きがいはないと思いますね。うん、なるほど。それがやっぱり信之が。 長生きできた。私はそれが原因だと思いますね。である意味、そういう信行とお兄さんがいたからこそ、信繁は活躍できたって言いますよね。あの、ちょうど大阪の陣というのはですね、冬の陣があり、えー、講和をして、しばらく空き時間があるわけですね。そして夏の陣になだれ込むわけなんですけども、この講和をした時にですね、あの、なんと、あの、信繁はですね。えー、自分の甥である、あの、信義。 信行の息子ですね長男に会いに行ってるんですね当時信義は確か22歳ぐらいだと思うんですけれども会ってて話をしてるんで,す、ねうん、でその面白いのはこの時あの次男の、えー、信正もいたんですけども信さんんんには、ね、あんま関心示してないんです、ねうん、おそらくですけれどもそのお、えー、いである信義にその自分のお兄さん信行の,の面影を追,追ってたんではないかな。ああ 戦場には、あの、病のために、お兄さん来なかったわけですけれども。最後の別れを、したかったんではないかな。直接できなかったからこそ、その老いに、それを託して。こう、一生懸命、こう、顔を見てたんじゃないかな、そんな気がしますね。あ、そうなんですね。うん、やっぱり、こう。 お兄さんへの思いみたいなものというか、あやっぱあったと思いますね。<ー>で、結果的に冬の陣でもサナダマで活躍をしてしまうわけですからね、うんえー。お兄さんの立場を悪くしたかもしれない。しかしそういうことも含めて最後の挨拶をしたかったのではないかなと気がしますね、うん。そうですか。でもやっぱりこうあのサナ家のあの一致団結具合ってなんかすごいなと思って。うんうん、でまたね、それぞれが優秀なんですね。うん この人はなあっていうのはあまあいませんね。この人はな。うん。だからよく言うんですが、あのいわゆる技術とかそういうその軍勢というものを伝承していくというのは非常に難しいんですけども、この家は雪た以下三代にわたってこれを見事やってますね。で、どの人を見てもやっぱり能力は高い。で、この冬の陣の後のですね、講和の時にあの正義の弟っていうのがまだあの徳川方にいたんですけれども。 これがその幸村を、その信繁をですね、あの誘いに来るんですね。あの東軍に。家康公は、えー、その信濃の国で、えー、南国をやると言ってると。どうだと、あのー、考え直さないかという話をするんですね。うん、で、しかし、それに対して、その断る。ってったら、もう一回行ってこいという,う家康が言うたっていう話が残ってましてね。<ー>で、またそのおじさんが来て、えー、信繁にもう一回考え直してくれないかと。 場合によっては信州一国やるとこれそれでも信繁が言ったのは仮に日本の国を半分くれると言っても私はそのつもりはないとその認めてくれたのは秀頼公だったとでその秀頼公のために尽くしてやるべきことをやるのが私の立場だとだからどうかあの誘いにももう二度と来ないでくれとこういう話をしたっていうんですね。 でもそれだけしつこく誘ったということはどれだけ信重のことが怖かったかというのもあま,、ねうん、まあそういうふうにも取れますし、えー、まあ、えー、真田伝説が出来上がっていく過程でこういうエピソードが生まれたのかもしれませんけどねそうなんですねさあ偉人こぼれ話では視聴者の皆様から各先生に寄せられた疑問質問にズバリ答えていただきます題して教えて各先生のコーナーです 早速ですが番組サイトに届いた質問をご紹介していきます熊本県にお住まいのペンネームもやしっこさんからいただきました、うん、ありがとうございます徳川家は源氏、日田市の血筋ということになっていますが途中で源氏の家系をお金で買ったと聞いたことがありますが本当なのでしょうかというとあなかなかいい質問ですねもやしっこさんはうん。もやしっこさんはい <laughs> えー、まあ金で勝ったかどうかはそこまでは分からないんですけども、はい、明らかに、えー、後世の歴史学から言えば偽証していいるる可能性ってのはあるとあ思いますねあどうしてそんなに偽証する必要があったんですか室、うん、町時代にです、ね、原兵国体説というのが生まれましてね世の中をその平穏にするには、えー、源氏が世の中を取った天下を取ったら次は平器が取るとそれが交互に行われるんだというものの考え方がいつの間にかできてしまったわけですね。 もちろんこれはあの、えー、っといい加減な話でもともと坂上の田村麻呂なんていうのは出てくる時代には源氏も平家もいなかったわけですね。うん、南北朝時代になると後醍醐天皇の息子なんかもですね親王でありながら征夷大将軍になったりしてるわけですね。したがって、えー、ご源氏平家の交代っていうのはないんですけれどもいつの間にかそれができてしまった。そして、えー、室町幕府が源氏。 足利なもんですからえそれがなくなったら次の時代は考えたら平家になるわけですねそこへ出てきたのが最初藤原を唱えていながら途中で平家だと言い出した信長なんですねあ<ー>そうすると信長の政権の次は秀吉ですね、はい、秀吉は源氏を狙ってどうしたかというと足利義昭の養子にしてくれという話をするわけですね 昭さんは最後の将軍ということで生活してるもんですから持っていかれたら生活できないわけです,ねそうですよね、うん、それで結果的に養子の話を断ったわけですね困、うん、り果てた秀吉さんは、えー、宇治素性がはっきり皆さん知ってますから終わりでお百姓さんしてたの知ってるわけですからないろんなこと言うててそれもあって藤原に泣きついて結果的には天皇を動かして豊臣という姓をもらうことになるわけですね。うんうん したがってどちらかというとその公家さんとして天下を治めたわけですねで、えー。一つ抜けたということで言うならばえじゃあ次の世の中はとなると、えー、信長の次ですから、えー、源氏にならざるを得ない。で家康がその実は私は源氏だと言い出したわけですね。あ で清和源氏の中にですね、あの源の義家という人がいるんですけども、この人の四男が吉国という人で、この吉国さんの長男が日田を起こすんですね。次男が足利を起こすことになるんですけれども、この長男の義重さん、これの息子さんの中に義杖、えー、というのがいるわけですね。これがあの孫徳を書く徳川の、えー、階層だと言われているんですけれども、その息子にセ,セラダという名字の、 人間がいましてですねここの流れの中から実は徳が出てきたとこういう話を途中で作ったわけですねうん、うん、で、えー、セラタを名乗ってた人の中に、えー、松平をや,やがて名乗るあの人間が出てきたこの松平のその初代こっから家康は数えて9代目になるんですけれどもしたがって元をただれば自分は清和源氏だと えー、徳川というのがあるじゃないかと。で、徳川もうその尊徳じゃちょっと聞こえが悪いから、あのやっぱり徳のあるということで、えー、皆さんがよく知っている徳川家康の徳川になったわけですね。だからお金を出したかどうかは知りませんけれども、明らかに偽証ですね。うん。当時はね、そんなにそのこだわりがないんですよ。で、浜松城にいた時にですね。 家康が出した文書を見たことがあるんですけども何書いてるかというとなんと彼はですね藤原の家康ってて書いてるんです藤原の家康のおじいさんあの清康という人がいたんですけどもこの人は世良田を名乗ってた時期もありますからね<ー>だから世良田もね <laughs>、えー、徳川も源氏もまあいい加減なもんで必要に迫られてそういうのを作ったということがあるかもしれませんね。そうですか ちなみにね家康さんの趣味でご存知ですかえ、高刈りですか、うん、高刈り大好きですね、うん、あるいはあの医学オタクみたいなもんで<ー>医師団よりも医学知識があった、はい、で、もっと言いますとね彼あのコレクションが好きなんです、えー、収集が、うん、何を収集していたかというと、はい、名門の家の人間を集めるのが趣味なんです おお、あの公家と言うんですけれども、はい、高い家と書くんですが、これはかつての日本を代表する名家を全部集めてきたわけです、ね。それは何、ね？自分のその家信団にしたとかそうそうですね。で、例えばあの大石蔵之介の世界に出てくる浅野匠の髪をいじめた人物としてキラ公家のスケってがいますね。はい、あれは公家でした。公家というのはすなわちキラという名門をあの人は代表してたわけです。 だから、えー、もういや活躍はしてないけれどもかつて偉人がいたという家を全部集めるのはね家、うん、屋さんの実は趣味だったんです。ね、源氏も平家も日田も足利もいますしね。でもう、えー、およそ名門と言われるものは全部集まってるんじゃないかなと。えー、それをしたがしたのが彼の趣味ですね。ああそうだったんですね。それはまあある意味必要があったっていう部分も、うん。まあ必要というか権威付けの一つだと思いますね。えー、自分の徳川に自信がないもんですからね。 えー、お,そおそらく私は、えー、江戸時代に、えー、源氏の,おそのちゃんとした家だということを胸を張って言えたのは、えー、島津とあ佐竹この2つぐらいじゃないかなという気がしますね。うん、そうですね買ったわけではないけど偽証はしていたであろうと、うん、まずはあの関係なくどっかの地侍だっただろうと。 それはね言い出したらキりのないことでほとんどの題名は私は全部そうだと思いますねああそうなんですね、うん、あの経図を出せということを三大将軍の時代に言われるんですねで経図を出せってそもそも自分の家は分かってないわけですからねああでどうしたかというと林大学の神のとこ行ってすみませんが経図を作ってください <laughs> そ,、ね、それで出来上がった経図の中に例えば前だけはえ菅原の道種の流れだとかですね 自分で勝手に言っ、えーまあ、作ったのか家紋から行ったのか何をどうしたのかそれは細かく見ていけばキリがないんですけれども、えー、明らかに私は毎日はものだと思っているんですからねそうなんですねありがとうございましたさあ各先生の質問は BS11 の番組ホームページから投稿していただけます皆様からのご質問お待ちしておりますそして偉人素顔の履歴書は毎週土曜夜8時 全国無料放送の BS11 で放送中です放送では素敵なプレゼントが当たるチャンスもありますのでぜひご覧くださいそして YouTube でお楽しみいただける偉人こぼれ話は毎週火曜配信ですこちらもぜひチェックしてくださいそれではチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回お会いしましょう